はい、どうもしんです。今日はですね、モバイルバッテリーこういうのを買っちゃったよというのをちょっとねお知らせしようと思います。まあこういう感じのちっちゃいバッテリーなんですが、これが 5000mAh あるので、まあ買いました。でセットになってるのが、これがまあモバイルバッテリーを充電するためのケーブルですねになっています。でこれをなぜ買ったかというと、実はですね、まあ、コンパクトにできるんですが、何がコンパクトかというと、よいしょ、ちょっと外して、これが外して、まあ、先端がこういう感じになっているんですが、これがですね、ライトニングケーブルとマイクロ USB が一緒になっているということで、まあ、どういうことかというと、まあ、これがね、ライトニングケーブルっぽいんですが、マイクロ USB にも充電ができるということで、でまあ 5000mAh もあって、でまあコンパクトになるということでちょっと買ってみました。でじゃあ実際に充電ができるかやってみますか。ここに用意したのは、よいしょ、私ね、ライトニングケーブルの今 iPhone 持ってないので、これがまあマイクロ USB が使える、なんだっけ、これは Xperia の Z4 ですね。これにちょっと挿してみます。よいしょ、普通に充電できてますね。よいしょ、普通に充電ができてます。はい、ということで、まあ使えるよということで、一応大丈夫そうではありますね。とりあえずしばらく使ってみますか、ね、こういう感じ。あ、そうだ、あとマイクロ、ライトニングケーブルがついてるやつがあるので、ちょっと待ってください。これだ、iPod Touch、 私 iPod Touch を持ってて、これはライトニングが使える、ライトニングケーブルなので、これをちょっとやっ差し込んでみます。よいしょ、充電できてる？できてない？これは、あ、動いてますね。ちょっと真っ暗に、私ほとんど今使ってなかったので、こんな感じ で真っ赤、ほぼ空っぽだったので、もう一回押して、ね、こういう感じで使えてますよということになってますね。問題なさそうですね。はい、ということでマイクロ USB とライトニングケーブルがね、これ1本で充電ができる 5000mAh の充電器、これをちょっとしばらく使ってね、何かおかしいんであればまた問題点、こういうところが問題ですよということで言うかもしれないですし、まあ、全然使えたらね、まあこれでいいのかなと。であとですね、これ表面ちょっと見えますかね、なんていうかな、なんか布なんていうの、革製品みたいな、縫い付けたみたいな加工があるんですが、これは模様なだけで、なんていうんですか、プラスチックというね、ちょっと見た目ほんのちょっとだけ白い革製品のように見えて、実際はプラスチックだよみたいな、変なね、変なこだわりみたいな、おしゃれみたいな感じになるんですが、まあ私はこれ使えそうなので使っていきたいと思います。以上、これ名前はちょっとよくわからないです。で今現在 Amazon の価格では、よいしょ、1690円、今現在ですね。これがまだ変わるとは思うんですが、でまあ20件のカスタマーレビューも星5個あったので、まあ大丈夫だろうということで買いました。はい、以上、モバイルバッテリーを買ったという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。